ti prego, ci prego. Alleluia. Ci vuoi leggere chi? Yoranghi. Sono dei rami tancio. Yoranghi tan tanda. Tu yak se sono qui a cosu copelde. Qui a sono 515 페이지입니다. 요시ですか列王記上の会話、3章の16節から11기상3장16절로最後まで今마지막까지읽겠습니다ではどうぞその頃ユードが2人の王のもとに来てユードが2人王のもとに来てその前に立った一人はこう言った。王様、よろしくお願いします。私はこの人と同じ家に住んでいて、その家で、この人のいるところでお産をしました。3日後にこの人もお産をしました。私たちは一緒に家にいて、他に誰もいず、私たちは二人きりでした。ある晩のこと、この人は寝ている時に赤ん坊に寄りかかったため、この人の赤ん坊が死んでしまいました。そこで夜中に起きて、私の眠っている間に、私の赤ん坊を取って自分の懐に寝かせ、死んだ子を私の懐に寝かせたのです。私が朝起きて自分の子に、父を含ませようとしたところ、子供は死んでるのではありませんか。その朝、子供をよく見ますと、私の産んだ子ではありませんでした。もう、一人の女が言った。いいえ、生きてるのは私たちの子で、死んだのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのはあなたの子で、生きてるのは私の子です。二人は王の前で言い争った。王は言った。生きてるのが私の子で、死んだものはあなたの子だと。一人が言えば、もう一人は、いいえ、死んだのはあなたの子で、生きたのは私の子だという。そして王は剣を持って来るようにと命じた。王の前に剣が持って来られると王は命じた。生きてる子を二つに裂き、一人に半分を、もう一人に他の半分を与えよう。生きてる子の母親はその子を哀れに思うあまり、王様、お願いです。この子を生かしたまま、この人にあげてください。この子を絶対に殺さないでくださいと言った。しかし、もう一人の女は、この子を私のものにも、この人のものにもしないで、裂いて分けてくださいと言った。王はそれに答えて宣言した。この子を生かしたまま、さっきの女に与えよう。この子を殺してはならない。その女がこの子の母であると。王の下した裁きを聞いて、イスラエルの人々は皆、王を恐れ敬うようになった。神の知恵が王のうちにあって、正しい裁きを行うのを見たからである。アメン。祈ります。祈りします。主なる神イエスよ。主で神様にイエス님。この時間も主の御言葉を通して、이시간도주님의말씀을통하여서、私たちがあなたの子供として、우리들의주의자녀로서、この世にだ、にではなく、이세상이아니라、神の御国に属する者として、하나님의나라에속한자로서、正しく生きようと思っております。바르게살려고하고있습니다。
助けてください。도와주시옵소서。聖霊の약속하셨다。성령이약속하신。知恵の言葉の力を与えてくださって。능력을허락하여주시다。知恵の言葉を持って。知恵말씀을가지고。あなたの子供らしく。당신의자녀답게。勝利を勝ち取りながら生きることができますように。승리하며살아갈수있도록。助けてください。도와주시옵소서。この時間も御言葉を聞くときに。이시간도말씀을들을때。心が熱くなり。마음이뜨거워지고。御言葉の本当の意味を。말씀의진정한의미를。深く悟ることができます。깊이깨달을수있도록。聖霊の力で助けてください。성령의능력으로도와주시옵소서。そして完全に神の子供に。그리고완전한하나님의자녀로。生まれ変わって。거듭나서。いつでも天の御国に入れる信仰の上に。언제라도천국에갈수있는믿음위에。立つことができますように。설수있도록。導いて。引導하여주시옵소서。主イエスの皆で。主イエスの名で。お祈り申し上げます。기도하였습니다。アメン。アメン。ハレルヤ。ハレルヤ。今日も知恵の言葉の2個目です。오늘도知恵의말씀의은사두번째시간입니다。先週勉強しました通りに。저번주공부하신대로。年長者。연장자。この世を生きた日数が長いからといって。이세상을산日数が길었다라고해서。知恵があるとは、まず、言えないと。知恵が있다라고는말할수없습니다。ですから、そういう人が、裁きを、判断を下してはならないと。그렇기때문에、그런사람이심판の판결을내서는안된다라고말합니다。人間の中には霊があって、사람안에는영이있고、人間の中に霊を吹き込まれた神様が、사람안에영을불어넣으신하나님께서、知恵の言葉も与えてください。知恵말씀도주십니다。信じますか？믿으십니까？네。ハレルヤ。ハレルヤ。イエズンがすごい格好してない、すごい真面目な目で。余裕満々だね、笑ってる。さあ、ですから、私は、その知恵を与える神を信頼して。우리들은그知恵를주신하나님을信頼하여서。その、いつも神様からその知恵を与えていただいては、언제나하나님으로부터그지혜를받아서는하나님의지혜에미치다생각을すれば하나님의지혜넘치는생활을하면本当に私たちは全ての面において정말우리들은모든면에있어서하나님의대화우마에또와전혀違う하나님을만나기전과는전혀다른소유진세요이끼로도와대기로인하리바그런인생을살수있게되는것입니다자저소로몬가오늘솔로몬왕이本当に知恵に満ちた言葉で裁きを行いました。정말로知恵넘치는말로심판을행하였습니다。今読んだのをもう一度簡単に整理すると。지금읽은구절을다시한번간단하게정리한다면。二人の遊女が、それぞれ子供を三日おきに産みましたね。두장녀가각기자녀를3일사이로낳았습니다。で、二人が一緒に同じ家に寝ていて。그리고둘이같은집에서살고있어서。で、同じ家で、に寝ていました。그리고같은집에서자고있었습니다。ある日の夜。어느날밤。一人の女が。한여자가。メカリを打った時に。추석이었을때、돌아앉았을때、돌아누웠을때。앉았을때요。メカリを打った時に、코を殺してしまったんですよ。돌아누웠을때、아이를죽여버렸습니다。そしたら、二人の間に争いが起きた。그랬더니둘사이에분쟁이일어난것입니다。で、自分が殺した子供を相手の懐に寝かして、相手の生きてる子供を自分のところへ持ってきたから。자신이죽인아이를생겼던여자에게바꿔치게하고、또한그산아이를자기편으로데려와서자고있었습니다。その裁きをソロモンの王の前に持ってきて。그판결을ソロモン왕앞으로가지고와서、頼んだ時に、부탁하였을때、読んだ通りに、今思い出しますね。지금생각나시죠ソロモンが、ソロモン왕이、下したこの判決、내린판결。これは、もともとソロモンの頭にあった知恵ではなかったということ。이것은원래ソロモン왕의머리에있었던知恵가아닌것입니다。見てもない、二人の女の子供が死んだことを、본적도없는두여인의아이가죽었을때、두여인중에하나가、誰を殺したのか、見てもないから分かるはずがない。정말누가그아이를죽였는지보지않았기때문에알수없는일입니다。それで、剣を持って来させて。그래서칼을가지고오게하여서、公平に
判断しましょう。그러면공손하게판단합시다。この生きてる子供を二つに割いて。이살아있는아이를둘로나눠서。半分半分に。半반씩나누면。세이の好きな言葉는야半分것이요。세이장이좋아하는말로반나누자。半分半分に分けて分け持てばいいでしょ。반반으로나눠서가지면되겠죠。それで剣を持ってこさせて、この子を。さこうとするんです。그래서칼을가져오자해서이아이를자르려고하였습니다。その時に、그때、本当の子供のお母さんの보조가하다기만。정말로、진짜아이의엄마의모정이움직였습니다。皆さんはどう思いますか？여러분어떻게생각하십니까？この女との戦いに勝利するために、여인과의싸움에서승리하기위해서、負けて悔しくならないために、뭐져서뭐분해지지않게하기위해서、그리고本当に公平に半分に分けて。分けた方がいいと。이아이를정말로반으로 나누는것이좋겠다라고。それが正しい判決だと。이것이바른판결이라고。思う人がいれば手をゆっくり上げてください。생각하는사람이있다면손을천천히올려보시기바랍니다。一人も見ないんです。한사람도보이지않습니다。そう。なぜ今手を上げてないでしょうか？왜손을올리지않았습니까？子供を自分の、自分がその分け前を自分の手に入れるより、아이를자기분을받는것보다는이기대로고이따스노가다이다도살아있는아이를살리는것이중요하다라고이기대로고한번에고로시때마다지분노모노는시작과나이트유리오신가미나소나카님아바지살아있는아이를반으로나눠서죽이는것보다는살리는것이더낫다라고여러분아니니양심이그렇게움직였을것입니다그러나普通に両親を持っている人々は当然そう思いますよ이것은보통의양심을가지고있는사람이라면당연히이렇게생각할것입니다自分の子であっても自分の子じゃなくてもです자신이아이라할지라도아이가아이지아이가아니라할지라도말입니다しかしここで両親の呵責がなくて하지만여기에양심의가책이없어서뭐맞다고両親が말してる人の場合は좀처럼양심이말이되어있는사람이라면조언어一人の女のように子供を相手으로하죠오늘한여인처럼아이를잘라주십시오라고生きてる子供が誰の子にもならずに半分に分けてください살아있는아이가누구의아이도되지않도록반으로쪼개주십시오라고皆さんこれ作り話だと思いますか実にあった話だと思います여러분이것이만들어낸얘기라고생각하십니까아니면실제있었던이야기라고생각하십니까실제는あった話実は実は실제로있었던실화입니다証しですですか간증입니다これを見てイスラエルの民がソロモンを恐れ敬うようになったんですよ이것을보고이스라엘민족이솔로몬왕을공경하게되었습니다それではですね그러면人間の中に子供を半分に分けてくれというようなこういう自分の欲を満たすために何でも言ったり사람안에아이를반으로잘라달라고하는자신의욕망을충만시키기위한그러한욕구가 어떤것이라도있던가何でもそういうことを言ったり아무것이라도그런것을아니라何でもそういう本当にやったいけないことを行ったりする人が実際にいるという話です그렇게해서는안되는것을하더라고하는사람이실제로있다라는얘기입니다皆さんの頭では考えられないでしょ여러분머리속으로는생각할수가없죠しかし世の中はそういう人がたくさんいる하지만세상에는그러한사람들이많이있습니다소로몬왕가솔로몬왕이本当に生きてる子供정말로살아있는아이를命を大事にして살아있는아이의생명을소중히여겨서自分が損する것같ても내가손해보는한이있다할지라도まずこの子を生かしておきたいと먼저이아이를살려놓고싶다라도이人間が持つべき一般的な良心と말하는인간이가져야만돼일반적인양심과それから그리고お母さんとしての母情に어머니로서의모정訴えて을호소하여서예この子を咲いてみようと思った이아이를잘라보자라고이렇게 말해본것입니다本当にソロモンがこの子を半分にして二人に分けるつもりはなかったんです정말로솔로몬왕이이아이를반으로나눌그러한작정은아니었던것입니다예それはもう一つの破壊ですから이것은또하나의파괴이기때문입니다神の知恵ある言葉は絶対に破壊分裂争いを起こさないところに特徴があります하나님의지혜있는말씀에는절대로분쟁과다툼과싸움이없다라는것神の知恵に満ちた言葉は하나님의지혜말씀에미친말씀은まず和解させる먼저화해를시킵니다平和をもたらすの평화를줍니다紛争があればそれを解決するの분쟁이있다면그것을해결합니다あらゆるトラブルでも어떠한トラブルいたい그리고円満に이것을원만하게예후회의不満ができないように불평불만이나오지않도록
もう一人の女、子供を裁定해と言った女すらも、또한여인、아이를반으로잘라달라고말했던그여인조차도、ついには、결국에는、本当の人間ならばよ。정말로사람이라면、思ったはずですよ。그렇게생각했을것입니다。子供を二手に裂かなくてよかったと。아이를반으로나누지않아서정말잘됐다라고。その当時は心が燃え上がって、그당시에는마음이불타올라서、예、아리와그욕정が働いて、혹은그욕망이불타올라서、예、間違った判断をしたかもしれませんが、잘못된판단을했을지는모르지만、後になってからは我に返るはずなの。나중에되었을때는제정신이그랬을것입니다。皆さん殺人を起こした人々の話を聞くでしょ。여러분살인을한사람의이야기를듣죠。彼らは本当にね、もうそれを最初から狙って計画をちゃんと練ってからやる人はあんまりいない。그들은정말로처음부터그것을계획을세워서노려서겨냥해서그렇게살인을한사람은없습니다。そこまでできる人はもうよっぽど本当に心がね、とんでもない方向へ強く固まっていかないとできないことです。人間には適応。거기까지생각할수있는사람은정말로단기다는생각을가진그러한사람으로서인간으로서해서는안될것입니다。ここで君何か間違って人を殺したりすることもありますね。정말로즉흥적으로생각하여서사람을죽이고싶다라고생각하는사람이그렇지ちゃんと計画を練ってから一つずつ実行してて次には殺してしまう人はこれはよっぽどの良心の、本当にもうこれは人間としての失格者じゃないとできないことなんです。하지만은계획까지짜서정말치밀하게이렇게범행을살인을저지르는사람은정말인간으로서말하면정말실격자입니다。でも하지만そういう人であっても하지만그러한사람이라할지라도이제殺人という罪を犯した後は後悔するようになってるそうです。막상살인이라는죄를지르고나면은정말후회할것입니다。でも絶対に最後まで後悔しないで本当に自分がやったことがよかったと最後まで思える人はいないって言います。정말로마지막까지내가한것이정말잘했다라고생각하는마지막까지생각하는사람은없습니다。神の言葉はね、하나님의말씀은はい、でも子供を裂いてくださいと言ってるこの女も、아이를나누주십시오라고말했던이여인도、ついにはその女の心までなだめる力があるということ。결국에는그여인의마음까지녹이는그런능력이있다는것입니다。その神の敵、あるいは反対者、하나님의적아니면반대다、あるいはトラブルメーカーの、혹은트러블메이커의、心にまで触れる力がある神の言葉が知恵の言葉です。마음까지어루만지는하나님의말씀이지혜의말씀인것입니다。絶対紛争があればそれを沈める力を持っている神の言葉なんです。절대로분쟁이있다면그것을잠잠히하는능력이있다는것입니다。信じますか？믿으십니까？ですからソロモン王がこういう人間の、良心あるいは母情などにかけて判断を下そうとした。그렇기때문에솔로몬왕이인간의이러한모든인간의양심에호소하여서결국이것을판결하려고했던것입니다。しかしこういう知恵の言葉が自分の中にあるものじゃなくて神から与えられたものなんですよ。하지만이러한지혜의말씀이솔로몬왕에게있었던것이아니라하나님으로부터주어졌던것입니다。人を作った神様は、사람을창조하신하나님께서、人の中にあるものもよくご存知だし、사람안에있는것도잘알고계시며、拒否しないで求めれば、거부하지않고간구한다면、良きものを与えることもできる方が神様であります。좋은것을주실수있는분이하나님이십니다。最上、最高のものを与えてくださるに違いありません。세상최고의것을주시면틀림이없습니다。信じますか？믿으십니까？それでその神の知恵の言葉をいただいてソロモンが、判決を下そうとした。그렇기때문에솔로몬왕이하나님의지혜의말씀을받아서판결을내리려고했던것입니다。그시더라뭐待っていたからよ。그래했더니기다렸다는듯이本当のこのお母さんの心はもう燃えつきます。진짜엄마의아이의그마음이불타올랐습니다。そのためならもう自分の命を投げても惜しくないと思っているお母さんの心が働き出します。아이를위해서라면내목숨을바쳐도좋다라고생각했던그어머니의모정이움직였던것입니다。皆さんもそう思ってますか？여러분도그렇게생각하십니까？이에완전히違うでしょ。아니요전혀틀리죠。나영もお母さんに聞いてみた方がいいよ。나영전사님도어머니에게물어보시는것이좋을것입니다。뭐몇달때이말했을거라니냉정하다라고말하고있으니까。자お母さんはもう自分は子供を失ってもいいと。어머니는자신은 내아이를잃어도좋다라고。皆さん、お母さんが子供が欲しいというのは何ですか？子供の命、それじゃないんです。여러분、어머니가아이가필요하다라고하는것은무엇입니까？아이의그생명자체가아닌것입니다。子供がそばにいてくれる、こういう一つの環境を持ち物。아이가내옆에있어주는하나의환경、소유。
一つの所有が増えるだけですよ、お母さんにおいては。어머니에게있어서는하나의소유가늘어나는것뿐입니다その子が別にいなく、自分のそばにいなくても、自分はまた自分が別にいるから。아이가그어머니옆에따로없어도자신은 자신의소유가있기때문입니다自分というものは、存在は別にいるでしょ자신이라는존재는따로있죠それで子供がいてくれれば、おまけに所有が一つ増えるということ아이가있어주면은、덤으로그소유가하나늘어나는것뿐입니다しかし、この子を自分の所有にするために分けてしまった。하지만、이아이를자신의소유를하기위해서나눠버린다면、この子の命はなくなります。이아이의생명은없어지는것입니다。本当のお母さんなら、こういうことを考えるはず。진정한어머니라면은、이러한것까지생각할것입니다。自分の所有を増やすために、子を殺すわけないでしょ。자신의소유를늘리기위해서아이를죽이는사람없죠。しかし、もう一人のお母様は、自分の所有を増やすために、この命はなくなってもいいと思った。하지만또다른여인은자신의소유를늘리기위해서아이의목숨이없어져도좋다라고생각하였습니다。こういう人間の心の中で働く心理の状態が神には分かってますね。이러한사람의마음속에움직이는진리의진리의상태를진리의상태를하나님께서는꿰뚫어보셨습니다。それでソロモンの口をに知恵の言葉を与えてくださった。그래서솔로몬의입을통해서지혜의말씀을허락하셨습니다。そしたら見ろと。그래했더니보기좋게そちらがこのお母さんで生きてるこのお母さんであるかがもうはっきりと見えてきたんです。어느쪽이산아이의어머니인지를확실히알게되었습니다。ここまで来たら皆さんも本当のこのお母さんが誰なのか分かるでしょ여기까지온다라면여러분도정말누가진짜아기의엄마인지알수있죠子供を殺して半分分けてくれという女がお母さんだとは思わないでしょ아이를죽여서반으로나눠달라는그여인을아이의진짜엄마라고생각도안겠죠그럼私は損してもいいから아니내가이런손을받아좋으니까この子の命を生かしておかないと이아이의생명을살려주십시오これが当たり前なんです이것이당연한것입니다このような見事な裁きが이러한정말보기정말현명한멋진판결이ソロモンにあったわけではないところを認めないといけないまだ。ソロモンに있었던것이아닌것을먼저인정해야됩니다。これは天の神から与えられてソロモンにあるようになったもんです。이것은하늘의아버지로부터주어져서솔로몬에게있게된것입니다。아멘ですか？아멘이십니까？これから皆さんがこういう知恵が神から来るのか来ないのか。앞으로여러분에게이러한하나님의지혜가올지그렇지않을지。こういう世界を知りまして認めて求める人と。이러한세계를인정하고강구하는자와그때知らなくて認めなくて求めない人と몰라서인정하지않고또한강구하지않는자の人生はもうその格差が運命に開いてしまいます그러한자의격차는정말하늘과땅차이로벌어지게되는것입니다これを私たちは信じましょう이것을우리들이믿읍시다そして求めましょう그리고강구합시다神に知恵の言葉を求めていきましょう하나님의지혜의말씀을강구해갑시다これからね、人と話をするときにも、ある人の人生、あるいは信仰相談に乗るときにも、어떤사람의인생、신앙의상담을할때도、どっか行って何かを喋りたいと思うときにも、어디에가서무언가를말하고자할때도、神様に心を開けて、하나님께마음을열고、もう自分にあるものをまず開け渡して、자신에있는것을먼저열고열어놓고、自分にあるもののまんまに喋らないで、자신한테있는것그대로다말하지말고、自分に良いアイデアがあるとしましても、자신한테좋은아이디어가있다라고할지、だからといって口を開いてそれを先に喋らないで、그렇다라고해서입을열어서그것을먼저말하지말고、できれば神様に信じずに祈る必要があります、まず。가능하면하나님께먼저진실하게기도할필요가있습니다。아멘。아멘이십니까それで今あるアイデアが神からのものであるか。그리하여서지금자기한테있는아이디어가하나님으로부터온것입니다。아니와그래와もうすでに自分のものであるか。아니면이것이자기한테있었던것인지。だからこれから神様から新しいものが与えられるか。그래서앞으로이제부터하나님으로부터새로운것이주어질지。こういう求めてまず神様に聞いてみる必要があります。이러한것을강구하여하나님께먼저물어볼필요가있는것입니다。それから新しい今ある아이디어なくて新しいアイデアがひらめいたら。그래서지금있는아이디어가아니라새로운아이디어가떠오른다면그래가카미카라모다르고또가능성이아닐까라이것이하나님으로부터왔다는가능성이있으므로그래가카미카라모다르고또각인을시나가라마다사람이이노때이것이하나님으로부터온것인지확인을하면서간구하고그래가혼돈이뭐확신을못했다단계에이것이확신을가진단계에서아따에랄다또오모우코트와못해샤메르또주어진것이라고생각하는그러한마음을가지고얘기를한다면가득결과적인가도나올까반드시결과적으로는어떻게되는지유익이아니유익하게됩니다아멘
아멘그래서지금도잘한또考えて生きる人生より그래서자신이생각하여서사는인생보다도하나님から이다다했다지혜의言葉を持って生きる人生の方が하나님으로부터받은지혜를가지고사는그인생의쪽이結果的に比べが的なほど豊かに大きく強く勝利するようになります결과적으로풍성하고강하고큰것으로인생의승리를주어줍니다아멘아멘皆さん皆さんにはもうこういうのが当たり前であって여러분여러분에게는이러한것이정말당연한것이고今当然のように聞いてるかもしれませんが지금당연한것처럼들을지모르지만世にいる人々が세상에있는사람들이요こういうことを私たちのような考えをすることができるでしょうか이러한우리들이생각하는이러한생각을가질수있을까요天の神様にこれから何をどう喋ればいいかをいちいち求めて聞いてからやるという考え世の人にはないんですよ하늘의아버지께우리들이앞으로어떻게해야될것을일일이물어서그렇게문제를해결해가는사람은세상에는없습니다아멘아멘영어쪽다갔다또交流しながら、その方にいちいち聞きながら세상을창조하신분과교류하면서그분께하나하나일일이물어보면서こういう生きる道が、こういう生活が我々には常識でありますが이런생활이우리들에게는상식이지만영어시대부터考えてもない世界です세상사람들에게는생각해보지도않은세계인것입니다それを考えたら이것을생각한다면皆さんと私は本当に幸いな存在です여러분과저는정말로복된존재입니다할렐루야할렐루야루카의복음쇼누가복음자리준이쇼까루카21の15節を開いてみます누가복음21장15절을펼쳐보시기바랍니다신약성경133페이지전후에신약성경133페이지전후에있습니다루카 21-15 누가복음21장15절이いですか도저どんな反対者でも対抗する反論もできないような言葉を言葉と知恵を私があなた方に授けるからであるとハレルヤこれは私は誰ですか나는누구입니까예수様ですよ예수님입니다예수様が皆さんと私に求める者どもに예수님과여러분과저강구하는자에게우리たちのどんな反対者対抗者であっても우리들의뭐어떠한대적자반대자라할지라도彼らに対抗できる知恵と言葉を授けてもらうと그들을대항할수있는지혜와말씀을하나님께서주신다라고하셨습니다사실요이기나가라즉세상을살면서どんな人とどんな会話をするにしましても、어떠한사람과어떠한대화를나눈다할지라도、必ず負けないで、반드시지지않고、対抗できる、대응할수있는、勝利できる、승리할수있는、そういう知恵と言葉などを求めれば授けてくださる。이런지혜와말씀을간구하면하나님께서주신다고하셨습니다。皆さん生きて見てわかるでしょ여러분살아봐서아시죠ある時にはある人の前で、어떠한때에는어떠한사람앞에서、何をどう言えばいいか맞全く分からない時あるだ。무엇을어떻게말해야될지전혀모를때가있습니다。本当にどうすればいいか分からない時あるでしょ무엇을어떻게해야될지모를때가있죠。そういう時に、口を開かないでね。그럴때 입을열지말고。神様、この人のために何をどうすればいいです、何と言えばいいですかと、その人が聞こえるようにではなくて。하나님、이사람을위해서어떤말을해야될까요그사람한테직접들리지않고。ひそかに、心の中で。조용히、마음속으로。神様に祈るべきです。하나님께기도해야될것입니다。どんな言葉でこの人を慰めればいいですかとか、어떠한말로이사람을위하면좋을까、あるいはどんな言葉でこの人の意見を砕いていけばいいですかとか、혹은어떠한의견으로이사람의この人の나도이제먹었는데、意見を、この人の間違った意見を砕いていけばいいんですか。이사람의잘못된의견을이제부수면좋을까요
こういうことを神様から聞くと、이런것을하나님으로부터들으면、一瞬与えられる言葉があるんですよ。하나님께부르면순간적으로주어지는것이있습니다。考えてなかった言葉が。생각해보지않았던말이。それをそのまま語ればいいんです。이것을그대로말하면됩니다。そうすれば意外な結果が出てきます。그렇게되면의외의결과가나오는것입니다。ある日、もう10年ぐらい前の話ですね。어느날10년전의얘기입니다。オーメにバプテスマ行って帰りに、オーメ青年生が가서돌아오는길에、運転してくれた兄弟がいました。運転해주었던형제가있었습니다。私は助手席に乗っていました。저는조수석에타고있었습니다。たまたま犬の肉を食べるとか食べないとかという話に話題がなってしまったんです。개고기를먹을먹어야먹어도되는지먹지않아야되는지에대한그얘기가화제로되었습니다。その時に、その運転奉仕してた兄弟が、まさか先生も犬の肉を食べるんではないでしょうと言ったんです。그때운전으로봉사했던그형제가목사님도그것을개고기를먹지는않죠설마라고물어봤습니다。しかし私は食べていましたから。하지만그때저는고기를먹고있었기때문에。彼らはもう犬の肉を食べるのは人間じゃないと言ってましたからね。저는개고기를먹는사람은사람이아니라고말했기때문에。そういう話がもう一回りしたのに、그런얘기가한바퀴돌았었는데、まさか先生も食べるんじゃないでしょうと言われたら、설마목사님도드시지않죠라는질문을받았을때、いや私も食べてるよと言えば、복지も人間じゃないと思われるでしょ。아나도먹고있어라고말하면목사님도사람이아니라는걸생각하겠죠。아뭐困っちゃったんです一瞬。정말순간적으로너무나도곤란했습니다。아私も食べていると言えばこの人がつまずくでしょ。나도먹고있다라고말하면상대편이실족하겠죠。しかし一瞬答えようがないの。아니면일순순간대답할그런여지가없었습니다。で一瞬答えようがないんだけども答える言葉がないんだけども。순간대답할그여지가말이없었는데。そのもう 0.0001 秒の間に。그 0.0001 초사이에。私がイエスを呼んだんですよ。제가예수를불렀습니다。そしたら私の口が自然に開いて。그랬더니내입술이저절로열려서。心配することないよ。걱정할일없어。これから永遠に。앞으로영원히복씨가犬の肉を食べるのを見ることはできないからと。목사가개고기를먹을일을영원히볼일이없을테니까。これは何という言葉ですか。이것은어떤말입니까。今まで食べていたとも言ってないし。이때까지먹어왔다라고도말할수없고。食べてないとも言ってないの。먹지않았다라고도말할수없습니다。食べていたと認めればこの人つまずくし。이때까지먹어왔다라고말하면상대편이실족하고。食べてないと言えば私が嘘つきになるし。먹지않았다라고말하면내가거짓말쟁이가되고。両方を避けて。양쪽과피하여서。心配することない。걱정할일없다。これから永遠に。앞으로영원히。복씨가犬の肉食べる姿を見ることはできないからよ。목사가개고기를먹는모습은볼일이없을테니까。と言って、その瞬間私は犬の肉を食べない복씨に生まれ変わったんです。라고말하여서、그순간저는개고기를먹지않는목사로거듭나게되었습니다。これが知恵の言葉です。이것이지혜의말씀입니다。これは聖霊に委ねると聖霊様が与える知恵の言葉です。이것은성령님께서따라면성령님께서주시는말씀입니다。それから私はもっと心が熱い牧師になったんです。그리고저는더욱더마음이뜨거워지는목사가되었습니다。なんでですか？왜입니까？信者のためなら。信者를위해서라면。犬の肉なんかいくら食べたいと思っても食べない。개고기따위아무리먹고싶다라고생각해도먹지않는。いくらやりたいことがあっても皆さんのためならやめる。아무리하고싶은일이있어도여러분을위해서는그만두는。こういう心が熱い本物の牧師に。近づいたんですよ。이러한마음이정말뜨거운진정한목사로가까워졌습니다。믿음에느끼ですか？인정하기어렵습니까？뭐하나님様は고전지です。하나님께서는알고계십니다。それで私は犬の肉の誘惑を受けている今も박선자집사から。지금도저는개고기유혹을박선자집사로부터받고있습니다。1년に1匹は食べるべきですよ。1년에한마리는먹어야됩니다。誘われても。이렇게깨어도。食べたくありませんよ。먹고싶지않습니다。なんで？왜？食べたいと思っていれば。먹고싶다라고생각하고있어요。思っていると言えばまた皆さんが、ああ、복지の中では食べたい気持ちがいっぱいだなと。먹고싶다라고말하면、아、아직도목사님마음에는먹고싶은마음이무럭가득차있구나。복지は肉の思いばかりだと。목사님은육의생각뿐이다。まだつまずく人が出てきたら困るでしょ。또失職하는사람이나오면곤란하죠。神の前ではっきり断言できるのは。하나님앞에서확실히단언할수있는것은절대にこれっぽっちも食べたくありません。절대로조금도먹고싶지않습니다。할렐루야。할렐루야。
神の知恵の言葉が与えられて助かる時がたくさんあります。神の知恵の말씀이주어져서도움을받을때가너무나도많이있습니다。いちいち覚えてないんですか、その時その時。일일이그때그때で기억할수는없지만。なんかある時に自分ではどう言えばいいか分からない時に。뭔가있을때、자신이어떻게말해야될지모를때。祈り求めると知恵の言葉が与えられる。기도로간구하면지혜의말씀이주어집니다。与えられる言葉を見たら自分で考えてたような言葉じゃないんです。주어지는말씀을보면먼저내가내스스로생각한얘기가아닙니다。아、これが聖霊によって約束された知恵の言葉の賜物だ。이것이성령으로약속된지혜의말씀의은사다。これが分かりますね。이것을알수있습니다。아멘。아멘。할렐루야。할렐루야。今日はイエス様が聖書の中で、오늘은예수님께서성경가운데どのように知恵の言葉を用いられたか、어떻게지혜말씀을쓰셨는지사용하셨는지少し開いてみます。조금펼쳐보겠습니다。마태22章、마태복음22장15節、15절15節から22までを読みます。마태복음22장15절에서22장까지읽겠습니다。いいですか、どうぞ。それからパリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉自由を捉えて罠にかけようかと相談した。そこでその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに使わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で真理に基づいて神の道を教え、誰をも裁からない方であることを知ってます。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどうお思いですか、教えてください。皇帝に権限を収めるのは立法にかなっているでしょうか、かなってないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。自然者たち、なぜ私を試そうとするのか。権限に収めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスは、これは誰の少女と名家と言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。アメン。ハレルヤ。ハレルヤ。パリサイ派の人々が、パリセイ派사람들은、立法においての税金を納める問題において、율법에있어서세금을내는문제에있어서、イエスを試そうとしたんですよ。イエスを試하려고하였습니다。イエス様が世に来られて、福音を伝えて、天の御国を教えていましたけども、예수님께서세상에오셔서복음을전하고천국을천국의말씀을가르치셨습니다。イエス様がメシア、救い主だと信じて認める人もいれば、예수님께서메시아구세주라는것을믿고인정하는사람이있는데、全然認めないで信じない人々もたくさんいました。전혀인정치않고믿지않은사람도많이있었습니다。従う者と反対する者、従わない者がいたからですね。따르는자와반대자、따르지않는자가있었기때문입니다。当然イエスを従わない人、認めない人々は、당연히예수를인정치않는사람은、いろんな意味でイエスを罠にかけたいと思って働いていました。여러분에서예수를올무에걸리게하려고시험하였습니다。その中の一つの出来事が今読んだ箇所なんです。그중에하나의사건이오늘읽었던말씀입니다。税金を納める問題。세금을납치하는문제。問題、イエスを罠にかけようとしたのは。가지고예수를올무에걸리게하려고했던것은。皆さん、여러분。当時이스라엘は。당시이스라엘은。ローマの植民地下にあったんですよ。ローマ의식민지에있었습니다。ですから当然皇帝に。그렇기때문에당연히황제에게세금을納めていたのが이스라엘민족ですね。황제에게세금을내고있었던것이이스라엘민족입니다。それでイエス様にこの税金を皇帝に納めるべきなのかをまず聞くんですよ。그래서예수님께이세금을황제에게내야되는지를묻고있습니다。ローマの皇帝がイスラエルを植民統治していたからです。ローマ皇帝がイスラエルを식민통치하고있었기때문입니다。ですから、イスラエル民族が税金を
ローマの皇帝に納めるべきですか、納めてはいけませんかと。그렇기때문에이스라엘민족이세금을황제에게내야됩니까내지말아야됩니까ここで여기서もし税金をイスラエル民族に、あ、イスラエル民族は税金を皇帝に納めるべきだとイエス様が言えば、여기서예수님께서세금을황제에게이스라엘민족이황제에게내야된다라고말한다면이스라엘민족이이스라엘민족이황제에게세금을내야된다라고말하면どうなりますか어떻게됩니까예수様가이스라엘의메시아救い主とはならないというはずですね예수님이이스라엘민족의메시아구세주가되지않는다라는것입니다救い主として来られたならば、곳에들어서오셨다라면ローマの植民統治を認めちゃいけないでしょ。ローマの植民統治を認めたらなんでしょ。それそれをそうするように植民地下で生きるように進めちゃいけないでしょ。그리고植民地하에서살도록그렇게보내서는안되죠。そこからイスラエル民族を救い出すべきなのがメシアだから。植民統治하에서이스라엘민족을구원해내는것이메시아이므로。아멘ですか。아멘이십니까。だから税金を皇帝に納めるべきだと認めればどうなります?그렇다면세금을황제에게내야된다라고말하면은어떻게됩니까?救い主としての資格がなくなります。구세주로서의자격이없어집니다。救い主として来られた人が逆にローマの植民地下に生きる民族を、あ、それはそれでいいと認めることになりますから。구세주로서오신분이ローマ의식민지하에그대로있어도좋다라고말해서는안되겠죠。話になりませんね。얘기가되지않습니다。救い主からの口から出るべき言葉じゃないんです。구세주의입으로나와서는안될말입니다。もしイエス様がそれを認めてしまったら、만약에예수님께서그것을인정해버린다면、あ、この人はメシアじゃないと。아、이사람은메시아가아니다。言ってるのと、라고말하고있는것과、어、自分が、어、頂いてる福音と、実際にまだ、イスラエル民族に進めてるのは違うから。자신이전하는복음과실제로이스라엘민족에가르치는것이다른게되는것입니다그런데뭐있었지만그래서또하나는오사메때와이케나이때에바도나리마스나쁜에서는안된다라고말하면어떻게됩니까코때니오사메때와이케나이때에바도나리마스황제에게나쁜에서는안된다라고말하면어떻게됩니까토지노당시에예로마노토지오믿음에나이데당시로마의통치를인정하지않고그러니한격수로그것을반역하는사카라운모노다또거스르는자라거역하는자라로마의皇帝に告訴するだできます訴えることができます로마황제에게고소할수있습니다그래서예수님을대응するだできます그리고예수님을체포할수가있습니다할렐루야할렐루야그래서나오사메를베끼라또뭐이해나이시그렇기때문에내야만된다라고도말할수없고오사메때와있기나이또뭐이해나이내서는안된다라고도말할수없습니다신타이료난노신태양난에進むこともできないし、退くこともできないし。나아갈수도없고、뒤로물러설수도없고。全く身動きが取れない、こういう状態に。本当に、움직일수없는상태。何をどう言えばか分かんない。무엇을어떻게말해야될지모르는。どっちの見方を取っても、もう、イエス様は困りますね。어느쪽표현을들어도、イエス님은困惑が強합니다。こういう、もう逃げ道がない言葉で攻めてきたんですよ。정말、도망칠길이없는이말로、イエス님을攻撃하겠습니다。ここでイエス様が今日何と答えたんですか?여기서예수님께서어떻게대답하셨습니까?その、銀貨の少女を持ってきなさい。銀貨を持ってきなさい。이그말을가져오거라。それで、その、そこに書いてある少女と名義が誰のものなのかを聞くんです。이은하에、새겨져있는그그림이누구의것인가를、그들에게말하겠습니다。そしたら、それで、こう、彼らが、皇帝のものですとか。그리하여서거기에서그들이황제의것이다라도。皆さん今も日本のあるいは世界中の国々のこのお金に。여러분지금도일본아니면세계각나라의돈에。その国のあの王様だとかタイトルだとか。그나라의왕이라든가대통령이라든가。こういう少女を刻み込んでおく場合があるでしょう。이런그상징이러한그모양을새겨놓은경우가있죠。そうじゃありませんか?그렇지않습니까?当時も。それがあったみたいです。当時에도그것이있었던모양입니다。それで、イエス様が答えた言葉は、그래서예수님께서대답하신말씀은、皇帝のものだとあなた方がこれを思えば、皇帝に捧げるべきだ。황제의것이다라고너희들이생각한다면황제에게내야될것이다。少女と名義は皇帝のものになってんだけども、それでも、その全てが神のものだと思えば、また神に捧げるべきだ。새겨진그림과이름이하나님、새겨져있지만
만하나님의것이다라고너희가생각한다면하나님께내야될것이다こういうふうに예수様はそこからそっと抜けてきまして예수님께서거기에서빠져나와서この判断を判断して答えるのは예수様じゃなくて判断して選択すべきなのか皆さんであろうと예수様は教えてます이것을판단하여서대답을하는사람은답을하는사람은예수님이아니라판단하여서답을하는사람은상대편에게들렸습니다이것도니立場を逆転させたんです보기좋게입장을역전시키셨습니다意味が分かりましたか뜻을아시겠습니까これが知恵の言葉です이것이지혜말씀입니다この예수様の一言が예수님의한말씀이どういう結果をもたらしますか어떤결과를소리냈습니까彼らがこれ以上예수様を責めることはできない그들이그이이땅예수님을공격할수없게하였습니다예수様を責めていた彼らが예수님을공격하였던그들이その槍のその예수様に向けていた槍を今度は自分たちに向けなきゃいけなくなりました。예수님을향하였던그화살을이번에는자신쪽을향하여서공격하지않으면안되게되었습니다。どのように？어떻게？この銀貨を見ながら？이은하를보면서？아これが皇帝のものなのか？아이것이황제의것인가？야でも皇帝もこの銀貨も全部神のものなのか？아니면이황제도그리고이은화도전부다하나님의것인가？それぞれ個人個人が考えねばならなくなりました。はっきり、全員全員に생각하지않으면안되었습니다。それで、皇帝のものだと思うものは、皇帝に捧げる選択をすべき。그래서、황제의것이다라고생각하는사람은、황제에게바쳐야될것이며、皇帝も金貨も世にある全てが神のものだと信じるものは、全部神に捧げるべきだと。황제도、은화도、모든것이하나님께바쳐야되는것이다라고생각하는사람은하나님께바쳤을것입니다自分の良心とか信仰による判断をして、それぞれ選択をしなさいという意味。자신의양심과믿음의판단으로서각기납부하라라고하였습니다こうやって예수様は罠からは逃れて。그래서예수님께서는올무로부터피할수있게되었고、逆に예수を攻撃してしようとしていた人々を我に帰らして。반대로예수님을공격하려고하였던자들을역으로올무에빠지게하여서。자기로돌아보네자기로돌아보게하여서自分がこれからどう考えてどう判断していくべきか自分の選択を自分でどうすればいいかを考える余裕があったんです자신이어떻게생각하고어떻게판단해야될지를돌아보게하는그여유를가지게하였습니다これがイエス様が今日語った知恵の言葉なんです이것이예수님께서오늘말씀하셨던지혜말씀입니다理解できますか이해하실수있습니까뭐一度聞いても理解できないかもしれませんが한번들어서이해할수없을지모르지만とにかくこの神の言葉は어찌됐든이하나님의말씀은お互いを円満にする力があります서로상호간을원만하게하는능력이있습니다아멘こういう言葉が求めると私たちにも与えられたことなんです이런말씀을간구하면우리들에게도주신다라고하셨습니다아멘ですか아니십니까先ほど私は言いましたね아까전에제가말씀하신얘기했죠이눈느끼고食べてるとも言えないし돼고기를먹는다라고도말할수없고食べてると言えば相手がつまずくし먹고있다라고말하면상대편이실족하고食べていないと言えば私は嘘つきになるし먹고있지않다라고말하면내가거짓말쟁이가되고だから両方を避けて그래서양쪽을다피해서心配しないで걱정하지말고これから永遠に食べることはないから앞으로는영원히먹을일이없을테니까그래で嘘もつかないし彼もつまずかせない그래서거짓말도하지않았고상대편도실족시키지않았습니다그래私も自分を顧みて그래서저도자신을돌아보고복시다から목사님으로신자たちが嫌がることはできるだけやめていこう신자들이싫어하는것은가능한한피해가자まだ복시としての姿をもう少しいい方向へ持っていくことができるようになった또목사로서의품격을더한단계더좋은쪽으로가져갈수있게되었습니다할렐루야할렐루야예자마태의25장마태복음25장마태복음25장25장26장26장의중두세트から마태복음26장19절로25までを読みます。25절까지읽겠습니다。いいですか ?26 の19から25まで。26章19절에서25절까지말씀입니다。じゃあどうぞ。弟子たちは、イエスに命じられた通りに、して、杉越の食事を準備した。夕方になると、イエスは、12人と一緒に食事の席に着かれた。
一同が食事をしている時、イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたとのうち一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは主張に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと変わる変わる言い始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが、人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のために良かった。イエスを裏切ろうとしていたユダが口を挟んで、先生、まさか私のことではと言うと、イエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。アメン。じゃあ、ここで、イエス様がまた知恵の言葉を語るんですね。여기서예수님께서지혜말씀을말씀하십니다。最後のイエス様が最後の晩餐。예수님께서최후의만찬에서十字架につけられる前に십자가에달리시기전에弟子たちと過ぎ越し際の食事最後の晩餐をしてました。제자들과유월절마지막최후의만찬을하셨습니다。この時にイエス様はユダが自分を裏切ろうとしているのにをもうご存知なんです。이때예수님께서는유다가예수님을배신하는것을알고계셨습니다그래요そのままにしておきたくはなかったんです그래서그를그배신하도록놔두고싶진않으셨습니다なぜ왜냐면罪を犯してしまったら죄를지어버리면유다가운명이유다운명이どうなるか分かっていたから유다의운명이어떻게되는지알고계셨기때문입니다그래서먼저その罪を指摘したいと思ったんです그래서그죄를지적하시고자하였습니다そして私と一緒に鉢に手を入れる者が그래서나와함께떡그릇에손을넣는자가私を裏切ろうとしている나를배신하려고한다その時その時弟子たちが変わる変わる그때그때제자들이번갈아가면서私ではないかと私じゃないかと제가아닙니까제가아닙니까라고유다もそう言いましたね유다도그렇게말했습니다유다가そう言った時に유다가그렇게말했을때예수님은何とおっしゃったんですか예수님께서는어떻게말씀하셨습니까先生まさか私ではと。イエス님설마저입니까私のことじゃないんですか정말저를말하는것입니까이った時にイエス様が라고말했을때유다님께서유다에게それはあなたの言ったことだ最後に그것은마지막으로그것은내가말하였노라라고말했습니다イエス様がそうだよお前だよ예수님께서그렇다너다お前が私を裏切ろうとしてるんだよ。너가나를배신하려고하고있다。お前が今私を責めてんだよ。너가나를지금공격하고있다。お前が私の、私に悪口、悪いことしてる、しようとしてるでしょとか。너가지금나한테나쁜일을하려고 하고있지つまり、ユダの罪をさらけ出さないの。그리고집요하게유다의죄를지적하지않았습니다。それから、それはあなたが言ったことだという。이것은내가말한대로다。というのは、라고하는것은、あなたが言ったとは何ですか너가말한것은무엇이냐皆さん、人が口に言葉を出すときには、사람이입에서말을꺼낼때에는、心や考えにあるものを出して口にするでしょ마음이나생각에있는것을입에담죠そうじゃありませんか그렇지않습니까人が自分の中にあるものを口を通して外に出すべき。出すはず。사람이자신의안에있는것을입술을통하여서밖으로꺼냅니다ですから、人と会話をしてみると、그러므로사람과대화를해보면、言葉を聞いてみると、말을들어보면、その人の中が見えてきます。그사람의속이보여집니다。中にあるものを外に出して喋るからです。속에있는것을밖으로꺼내서말하기때문입니다。そうじゃありませんか？그렇지않습니까？これがおかしくなっている人は、뭐이게좀이상한사람은、自分にあるものを喋らないの。자신한테있는것을말하지않습니다。これを生かした悪霊が악령から与えられるものを語るんだ。머리를이상하게한악한영으로부터주어지는것을말합니다。でも、いかれた人じゃない限り。하지만、머리가이상하지않는한。自分にあるものを外に対して喋るんです。자신의안에있는것을밖으로내서말합니다。ですから、会話をしてみると。그러면、대화를해보면。この人が何を考えてるのか。이사람이무엇을생각하고있는지。この人が何を中に入れてるか。이사람이무엇을안에놓고있는지。何を求めてるか。무엇을구하고있는지。中にあるものが見えてくるわけです。안에있는것이보여오는것입니다。先生、それはまさか私ではとユダが言ったのは、
선생님설마저입니까라고유다가말했던것은유다의心에뭔가あるという意味ですよ유다안에무언가있다라는것입니다맞다고何にも考えてない人が농사로아무것도생각하고있지않는사람이まさか私だと聞くまではないでしょ설마저입니까라고물을것까지없죠関係ないと思って관계없다라고생각하면서무엇을말하고있는가関係ないから何も考えてないから아무관계가없으니까아무것도생각하고있지않는사람이なんか自分の中にあるのが바랬다んじゃないかとか그런데자기안에있는것이무언가가들켰다라고생각합니다기분の心はもうイエス様に見抜かれたんじゃないとか내마음을이미예수님께서깨뜨려보셨다라고생각한다면こういうあるものによってそれが芽生えて動揺が起きたから이러한마음속에있었던것이싹을튀어서동요가일어났기때문에その動揺が起きたからまさか私だとわざわざ口に言葉を出したわけ이러한동요가있었기때문에설마저입니까라고입술로말을꺼낸것입니다しかしイエス様はそうだよお前はそう考えていたでしょう間違いないでしょうと。하지만イエス님께서는그렇다내가그렇게생각하는데틀림이없다라고말씀하지않으셨습니다これを罪に定めて相手を判断しないんです이것을죄로정하시고상대를판단하지않으셨습니다イエス様が皆さんと私を導くのはイエス님께서여러분과저를인도하시는것은何ですか무엇입니까私が信仰によって勝利し救われるためです우리가믿음으로승리하고구원받기위해서입니다아멘私をできれば信仰の道へと導くのがイエス様のこの世に来られた目的です우리들은가능하면믿음의길로인도하는것이예수님이이땅에오신목적입니다信仰は強要されるものではなくて믿음은공용되는것이아니라강요강요되는것이아니라信仰は自分の中から自ら進んで選ぶべきことなんです믿음은자신안에서자발적으로나와서선택하여서가는것입니다みんなが自分の信仰でイエスを選ぶか選ばないかです。모두가자신의믿음으로예수를님을선택할지선택하지않을지입니다みんなが自分の信仰で言葉に従うか従わないかを決める모두가자신의믿음으로말씀을따를까따르지않을까를정하는것입니다自分の信仰によってやらなかったことは自分とは関係なくなります자신의믿음으로하지않은것은자신과관계가없어집니다ですからここでもイエス様は그렇기때문에여기에서도예수님께서는本当に目の前で自分を裏切ろうとしているこの恩知らず정말눈앞에서자신을배신하려고하는이은혜를모르는그놈대기이적원수本当にもうこれを潰してもいいと思うかもしれません이것을정말도서도좋다라고생각할지모릅니다しかしそういう肉の思いによって様判断しない하지만예수님께서는육의생각으로이것을판단하지않으셨습니다こういう状況の中でもこの人を信仰に導きたいと思っている이러한상황안에서도이사람을믿음으로인도하시려고생각하십니다그런데それはあなたの言ったことだって그렇기때문에이것은내가말한그대로다라고あなたが心にあるものを言ったから내가마음에있는것을그대로말했기때문에どっちを選んでもあなたの個人だって意味です어느쪽을택해도너의자유다라고말씀하십니다こう言いなさいと私は言ったわけじゃないでしょって意味です이렇게말하라라고내가말한적없지않냐私はこう、うん、あなたを責めてこう言いなさいと言ったのではないでしょ내가너를공격해서이렇게말하라고말하지않았지あなたの中にあるものがあなたの口に出たんでしょって내안에있는것이내입술로나오지않았냐라는뜻입니다裏切らないはあなたの判断だよって意味배반할지배반하지않을지는너의판단이다それはあなたの信仰だよ이것은너의믿음이다あなたの心次第で너의마음먹기에따라서生きることも死ぬこともできるんだよ살수도죽을수도있다こういう判断をユダに返しますいろんな判断をユダへ取ります。つまりユダにこういう判断をする余裕を返すのは何ですか？ユダへいろんな判断をする余裕を取りに行くのは。ユダにもう一度悔い改めるチャンスを与えることです。ユダへ다시한번회개할チャンスを주기위하여서입니다。こういうイエス様の知恵の言葉には愛と知恵が含まれています。이러한イエス님의知恵의말씀에는사랑과지혜가포함되어있습니다。生かす力が許す心が含まれています。살리는능력이용서하는사랑이포함되어있습니다滅ぼすためだよって滅ぼすためだよって助ける心が入ってます멸망시키기위해서가아니라도와주는그마음이상대편을향해있습니다信じますか믿으십니까자시간経ちますけどももう一箇所だけ開きます시간이지났습니다면한곳더찾겠습니다요한에하시오요한복음8장3節から読みます。요한복음8장3절부터읽겠습니다。3節から11節まで。3절에서11절까지말씀입니다。いいですか？早口で読んでまいります。빨리읽겠습니다。そこへ律法学者たちやパリサイの人々が
山頂の現場で捕らえられた女を連れてきて、真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は鑑定している時に捕まりました。こういう女は生きて撃ち殺せと、モーセは立法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか？イエスを試して、訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスは鏡込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼がしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまず、この女に石を投げなさい。そしてまだ、身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は、年長者から始まって、一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか？誰もあなたを罪に定めなかったのか？女が、主よ、誰もと言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう二度と罪を犯してはならないと言いました。アレルヤ。じゃあ、鑑定の現場で捕まって連れてこられた女は、あの現場で立ってそっくりの女だね。当時のモーセの律法では、石で撃って殺せとあります。당시모세의율법에는돌로쳐죽이다라고쓰여져있습니다こういう貫通を起こした人が見つかったら、それを石で撃ち殺すのが当時の立法だったから、正義。이러한가늠을한사람을돌로쳐죽이는것은율법에쓰여져있기때문에이것은정의인것입니다当時の당시에こういう女をイエスの前に連れてきた。이러한여자를예수님앞으로끌고왔습니다で、撃ち殺してもいいですか？撃ち殺してはいけないんですか？とイエス様にまた質問をかけるのは、그래서돌려쳐죽여도됩니까그렇지 않아도됩니까라고예수님께질문하는거예요그러면예수를탐해시대와나니가끌어탐해됐어요이것도예수를시험하여서올무에걸리게하기위한것입니다무시립본이시작할때우찌꼬르셋예수마가반세서로또만약에율법에따라서쳐죽여라라고예수님께서찬성하면예수마와요는메시아라고때립보를마무르다면이립보신이사람이기타인간다というふうに判断されます예수님은세상에오신메시아가아니라율법을판단하고율법을지지하려하기위해서온자로판단하는것입니다립보니시다가오모노니나로하게됐어요예수님이율법을따르는자가되는것입니다예수님도모세노모세니시다가오모노니나로하게됐어요예수님도모세를따르는자가되는것입니다립보도리니이시대우때고로세때예봐요율법대로돌려쳐죽이다라고말합니다소수도와다시가메시아다또이때된놈이끊이오끊이오쩌라이루예수님가타치바가おかしくなります。그렇게되면내가메시아라고하여서천국의복음을전하였던예수님의입장이이상해지는것입니다아멘できますか아멘할수있습니다しかし撃ち殺してはならないといえば何ですか하지만쳐서죽여서안된다라고말하는것은또무엇입니까뭐다当時立法が正義であった当時또당시율법이정의였던당시에립보를야부랬죠또율법을깨라라고말하면립보는破壊者になります율법의파괴자가되는것입니다립보를찾았다하주는예수마율법을세웠을예수님께서립보는破壊者になることはできない율법의파괴자가될수는없죠どっちみち예수마마다引っかかるんですね어느쪽으로가든지예수님은걸리게되어있습니다아멘できますか아멘하실수있습니까だからどっちこれがいいとかこれがいいとか예수마가이해를立場に立たされてないんですよ。그렇기때문에예수님이이쪽이좋다아니면저쪽이좋다라고말할수있는그런입장에서계시지않았습니다뭐彼らは思ったでしょう그들은생각했겠죠今度こそイエス様が引っかかった이번이야말로예수님이걸려들었다今度こそあなたが메시아じゃないことはっきり立証できると이번이야말로당신이메시아가아니면확실하게입증할수있다彼らが心の中でそう思ったかもしれません그들이마음속으로생각했을지도모릅니다ここでイエス様が地面にかがめ込んで何か書き始めますよ예수님께서여기에서地面에굽히시고뭔가를쓰시기そこに何を書いたのかは記録はない거기에地面에무엇을썼는지는기록에는없습니다ですからもう記録ないから推測するのはやめましょう그렇기때문에기록이없으니까추측하는것은그만둡시다しかしイエス様が立ち上がって何とおっしゃったんですか하지만예수님께서일어서셔서뭐라고말씀하셨습니까아나타도나카니너희들안에죄미가나인모노가이래봐고노나오지나사지마죄가없는자가있다면이 여인을치거라라고말씀하셨습니다응죄미가나인모노가이래봐고노나오지나사지죄가없는자가있다면이 여인을치다라고말씀하셨습니다그시라민나가예수만이못가졌다카레라노야사키가모두가예수님께향하고있었던이화살이혼도와
罪ではないものが打ち出されていたから、打つ前に誰が罪ではないのか、自分たちを顧みないといけなくなります。이번에는죄가없는자가돌로치라라고말씀하셨을때이번에는화살이돌이돼서자신으로와서자신한테질문하자는말아니었습니다아니요この人자신아니면이사람와다시다치는아까니지붕을含めて罪がないものが誰なのかを顧みる期間が与えられたんです우리가운데나를포함하여서그옆사람의죄를돌아보지않으면안될시간이주어졌던것입니다예수님웃지와있게나했も있지ないし예수님께서는돌려쳐도된다라고도말씀하지않으셨고ただ웃지나사했も있지ない립보도리니오직치라라고도율법대로치라라고도말씀하지않으셨습니다점이가ないものが웃지나사했을때죄가없는자가치라라고말씀하셨습니다そしたら人々は罪がないものを心から探し始めたはずですよ。그랬더니사람들은죄가없마음으로죄가없는자를찾기시작하였습니다罪がないものを心の中から探し始めたら죄가없는자를마음속으로찾기시작하였더니아みんな自分が罪人であることに気がついたんですよ자모두가자신이죄인인것을발견하기시작했습니다그때そこでこの女に石を投げて打ち殺せる資格は自分にはないという資格を持つようになります그리하여서이여인에게돌로칠자격이자신한테없음을자각하게되었습니다그때両親の가족を覚えて아そういえば私はこの女よりもっと大きな罪をまたバレてないだけで그래서양심의가책을느껴서내가이여자보다도더큰죄를아직들키지않을뿐이지더큰죄를本当はもっと大きな罪を犯しているかもしれないとか실은더큰죄를지었을지도모른다라던가아니면뭐犯しているとか아니면이미지었다라던가ただバレてないだけだと단지들키지않았을뿐이지그때뭐웃죠両親が亡くなってしまった。그래서돌로칠양심이없어져버렸습니다。一人二人たまってそこから立ち去ってしまった。그래서한사람두사람조용히그장소로부터떠나게되었습니다。みるみるうちに一人も残らなくなって全部去っていきました。전부다한사람도빠짐없이전부다빠져나가고말았습니다그장소에서。皆さん。여러분。そして女とイエス様二人だけ二人きりになった時にイエス様がこうおっしゃった。그래서여자와예수님둘만이되었을때예수님께서그여인에게말씀하셨습니다。女よ、あなたを打つ者は誰もいないのか？여인이여、너를돌로칠자는아무도없느냐？女が。여인이。誰もいません。아무도없습니다。そしたらイエス様がまた女に言うんですよ。그래서예수님께서또여인에게말합니다。なんでこんな罪を犯して恥をかいたの？왜이런죄를지어서수치를당하였느냐？とおっしゃってないんですよ。라고말씀하지않으셨습니다。아멘ですか？아멘이십니까？みんな知ってね、イエス様は。모두께예수님은。平和の王だ。평화의왕이시다。イエス様は。예수님은。愛の神だ。사랑의하나님이시다。永遠なる父だ。영원하신아버지이시다。お父さんが娘よ。아버지가딸을。お父さんが息子を。아버지가아들을。いじめるのが趣味じゃないの。괴롭히는것이취미가아닙니다。아멘ですか？아멘이십니까？自分の子をいじめたことがあれば今悔やんでくださいよ。자신의아이를괴롭힌적이있다면지금회개하시기바랍니다。私たちの永遠なる神は絶対そんなことありませんから。우리들영원하신아버지는절대로그런일을하시지않으십니다。ですから二度とその罪を責めないの。그러므로두번다시그죄를질책하지않으십니다。罪は犯せない人が一人もいないことをイエス様には分かってるの。죄를안지은자가한사람도없다는것을예수님은알고계십니다。ただ罪がバレてるかまだバレてないか。단지죄가들켰느냐들키지않았느냐입니다。大事なのは過ぎたことじゃなくて。중요한것은지나간것이아니라。これからのこととして生きるこれからの姿が大事だ。앞으로하나님의자녀로서살아갈앞으로가중요하다。ですからなんで恥ずかしいことをしたのか責めないで。그러므로왜이렇게부끄러운일을하였냐라고질책하지않으시고。これからは二度と。앞으로는두번다시。罪を犯してはならない。죄를지어서는안된다라고。罪を犯してはならないと言いませんよ。가늠을해서는안된다라고말씀하지않으셨죠。罪を犯してはならないともしイエス様が言ったならば。가늠을해서는안된다라고만약에예수님께서말씀하셨다라면。なんで罪を犯したのと。왜가늠을했느냐。言うのと変わらないからです。라고말하는것과다름이없기때문입니다。その恥を指摘しない。그수치를지적하지않으셨습니다。その恥を指摘しない。그피를지적하지않으셨습니다아멘ですか아멘이십니까これが子をなだめる親の心です이것이자녀를
사이로는어루만지는어루만지는부모의마음인것입니다아멘ですか아멘입니까こういう예수님의心が皆さんと私の中に満たされますように이런예수님의마음이여러분과저속에넘치시예수님의나라에축복하십니다예수이름으로축복합니다ただイエス様がおっしゃったのは勧誘を犯してはならないと言わない。오직예수님께서말씀하신것은간음을해서는안된다라고말하지않습니다。罪を犯してはならない。죄를지어서는안된다라고말씀하셨습니다。これは勧誘だけのことじゃなくて。이것이간음뿐만이아니라。その罪の指摘だけじゃなくて。그죄의지적뿐만이아니라。人が犯しうるあらゆる意味での罪のことですよ。사람이지을수있는여러많은죄를포함하고있습니다。それで彼女は恥ずかしめることもなく。그래서그녀를부끄럽게하기도일도없고ただ罪は誰でも犯してはいけないから오직죄는누구도지어서는안되므로罪を犯してはいけないという警戒心は持たして죄를지어서는안된다라는경계심을가지자고彼女が自分を顧みて本当にこれからもうこれ以上のことを詳しく言わなくても彼女は心で熱く決心したはずなの그여인이자신을뒤돌아보고이이상의것을말씀하지않으셨도로그가자기를되돌아봤을것입니다강인다기다울때혹한죄미뭐절대犯さないように뭐心に決心したはずなの간음뿐만아니라다른죄도절대로지지않겠다라고결심했을것입니다これがイエス様の知恵の言葉であると이것이예수님의지혜의말씀입니다믿음에대해信じて인정하시고믿으시고こういう言葉に満たされますよ이런말씀에충만하시기를こういう言葉でこれから信仰生活をさらに品位のあるものとしていきますように앞으로이러한믿음생활을이러한믿음생활의품위를높여가시기를주예수님나대축복하시마주예수이름으로축복합니다아멘아멘235장235장찬양하시겠습니다